じゃ足開けますね。お前も張ってますね。そうです。そう全部で全部。そう筋肉がね、結構疲労してる感じ。本当全部使ってますね。今どうですか？熱加減。気持ちいいぐらいな感じ。痛いですか？大丈夫。あ、大丈夫ですね。このラインがすごい硬い。なんか受けてて、私もそう思う。触られるとね、分かりますね、実感するよね。1日ひたすらめちゃくちゃ重いカゴ車を引っ張るっていう仕事をしてた時があって、なんかピラミッド作ってる人ってこんな気持ちだったのかなって思いました、ね、なんかじゃあご褒美はビールだね。いやー嬉しい。でも多分なんか昔の自分だったら仕事終わった後なんかすごい甘いお菓子となんか買い込んで家で食べたりとかしたんだろうなって、うんうん、なんかすごいドカ食いしたりとか、まあ食べちゃう時もありますけどね、うんうん、まっすぐ帰ってます。まあね、そんだけ体使うってことはやっぱりちゃんとねケアして休ませないとね。そうです ね、 そこでねなんかストレスの発散みたいにしちゃったらね、そうなんです、体がまたそれを消化しなきゃいけない。なんか食べてる時はあれですよ、いいんですけどね、うん、結局なんかそうやって暴飲暴食しちゃうと後になって余計辛くなるじゃないですか ね、うん、ね、それをもう分かってるので素晴らしい、はい、そういう時の、ね、欲求ってこの頭じゃない、体が求めてるっていうよりはね、頭がなんか食べたいみたいな、体としてはね負担よね。そうなんですよね。なんか甘いものの欲はだいぶ減ってきたんですけど、うん、今はなんかお米の欲が出てきてしまって、うん、なんか米食べたいってなっちゃって。まあでもね、肉体的に運動してるというか使ってると、かなり使ってます、うん、かなり消費してますね。するんじゃないかな、うん、なんかマッポ系つけてる人が、うん、なんか1日2マッポとか3マッポぐらい歩くよって言ってたんで、3万ってすごいね。私も結構歩いてると思う。
それもね、ただ歩いてるんじゃないもんね。そうなんです。重いもの持ってたもんね。だからめちゃくちゃ重いカゴ車を引っ張ったりとか押したりとか。人工芝5メートルがロールになってるやつとか、お長いし重いしみたいな、なんか、うん、男性もっと大変なんですよ。なんか、うん、ペットフードすごいたくさん量の入ってるペットフードとかの、うんうん、なんか仕分けとかしてるんで。足の裏なんかタコとかにはなってないよね。だからそれがなんかすごい不思議なんですよ、うん、なんか前安全靴履いて派遣で働いてた時は、うん、タコがすごかったんですよ。ですごい歩けなくなったりとかしたんですけど、うん、今全然そういうのないんですよね、うん、なんか上手に分散できてるのかもね。体の使い方ですか。まあ、うん、体が上手に使えてればやっぱり、うんうん、それに。なんかどっかに負担が寄っちゃうってこともないはずだから、あ、うん、それがすごい不思議で、前すごいタコができてたのに、うん、でそんな2万歩3万歩って言ってたらね、うんうん、変な歩き方してたらですよね、うん、いろいろ自分の体とね相談しながら、はい、いい使い方をさらに見つけていくと、はい、筋力も最小限で力が出せるかもよ。周りの人よりも私あの残業してるんですけど、なんかその割になんか、うん、疲れますけど、うん、なんか大丈夫なんですよね。いい疲れ方だね。そうですね。働いたって感じします。やっぱちょっとね、定期的に温めたりほぐしたりして、うん、筋肉の弾力をね、うん、ちゃんとケアしておくとさらに怪我防止になるんじゃないかな、うん、ちゃんとこうやるとでも違うの分かります？こう最初と、あ、なんかこう板みたいに硬かったのがちょっとこの辺まだあるけど、これ全然違いますよね。なんかそのなんか滑らかな感じ、うん、なんか多分圧が入ってくるっていうか、うん、壁みたいなのがあったのかな。こういう風に変わりやすいので、うん、いいんですよ。なんか頑固になっちゃうとね、それが怪我の元になるから。大股で歩くのがいいとかよく言われてるけど、なんかそれもちょっと、うん、歩き方とかも気をつけるようにしたんですよね。そうですね。はい、靴こんな感じで。高い。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤーモミをよろしくお願いします。